ワモンチズガメは、爬虫ュカメモクヌマガメかチズガメ族に分類されるカメ。アメリカ合衆国高潮オス7.5から11センチメートル、メス12から22センチメートル。シーカンパン後部には、先端が尖った盛り上がりがあり、第2.3、シーカンパンでは特に発達する。廃坑の色彩は、オリーブ色や褐色で、シーカンパンの一部。 油乾板、円乾板に黄色い輪状の反紋が入り、和名の由来になっている。種商名アキアリフィラは、目上半のあるのい。復興の色彩は、黄色や大々色で、乾板の継ぎ目の周辺は、暗褐色。頭部は小型。頭部や死種の色彩は、濃暗褐色で、黄色や大々色の反紋が入る。卵は、長径4センチメートル。 単径2.1センチメートル。妖体は、地図亀族の多種よりも、円環般の後部が尖り、英名のソバックの由来になっている。ミシシッピ川砥島の小規模な河川にそれぞれ分布すること、妖体の円環般後部の巨子が、比較的顕著なこと、頭部が小型なことから、族内では、黒ブチ地図亀や木曽だら地図亀と近縁だと、考えられている。 流れが速く低室に砂や粘土が堆積し、石灰岩質の砂浜がある河川に生息する。日光浴を行ったり産卵場所となる、菓子や土手などが多い環境を好む。1991年に発表されたいの内容物調査では、昆虫の割合が大きく、堆積比で、総始めの幼虫やサナギが35%、毛羽根目が27%、 カゲロウメが23%、カブトムシメが6%を占めていたという報告例がある。繁殖様式は乱生。6月に砂浜や中州の砂地に穴を掘り、1回に2から4個の卵を産む。卵は60から70日で孵化する。オスは生後3から5年、メスは生後7から11年で生成熟する。河川回収による生息地の破壊。 パルプ製造や、比較加工などの工業排水や砂利採掘による、水質汚染、水質汚濁、漁業による、混濁、射撃、ペット用の採集などにより、生息数は減少している。日光浴や産卵場所での攪乱、卵の捕食者である、アライグマアルマジロ類、カラス類などの増加、ハリケーンによる影響などによっても、生息数は減少している。 1986年に連邦法により保護の対象とされている。生息地の州でも保護の対象とされ、採集や飼育、州外への持ち出しなどが厳しく制限されている。2006年に地図亀属単位でワシントン条約付属書3に掲載されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。1980年以前に 少数の流通例があったとされるが、近年の流通例は限定的。アメリカ合衆国国内でも、1986年以前に採取された個体及びそれらに由来する個体、密漁された個体及びそれらに由来する個体しか流通していない。ありがとうございます。